天皇杯3回戦、現在 J1 で8位につける鳥栖相手に2桁11本の枠内シュートを浴びせて4対3で勝利。思わず涙したこの日の試合の様子をお届けしたいと思います。この日は博多を代表する祭り、山笠の追い山鳴らし。初めて生で見る飾り山にですね、思わず見とれてしまってギリギリまで見ていたので、鳥栖の試合ね、もしかしたら間に合わないかと思いましたが、なんとかギリギリ鳥栖に到着しました。目の前で見た祭りの熱い熱気を携えて駅前不動産スタジアムに到着。天皇杯ということでリーグ戦であるような鳥栖駅内の両チームのフラッグとかですね、こちらに掲示される横断幕とかがなくてちょっと残念でした。もう何度も来てる駅前不動産スタジアム、そしてゴール裏になりますが、ロアッソ熊本の応援となるとね、またちょっと雰囲気違ってテンション上がります。頑張れ頑張れロアッソ。ロア旅のコアな視聴者である少年たちからの頼もしいメッセージをいただいたところで、ゴールキーパーズの入場。今日も龍河&優也です。ゴール裏楽隊亮太くんの奏でる音もご堪能。楽隊あってこその盛り上がり、いつもありがとう。ここでゲーフラを掲げるために隣にいたメラニスタ・マーキーに GoPro を渡して無茶振り。ゲーフラ掲げた上で皆さんにいい動画をお届けできました。マーキー君ありがとう。ここで両チームのスタメン発表。ロアッソ熊本、ターンオーバーなんて知ったこっちゃないよのいつものメンバー。一方のサガン鳥栖はザ・ターンオーバーそのものですが、ゴールキーパーにねパクリギ選手が来たっていうのはちょっと驚きでした。センターバック田代選手がいないのはやっぱり移籍するんですかね、まあ、その分の不安もあってパク選手にしたのかもしれません。前線に関しては旧ロアッソの堀米選手スタメンとなっておりますが、9番の選手にねブリングしとけば問題ないです。センスタだけあってゴール裏の応援の音がね反響して非常にいい感じです。でこの時点ではもう確信に変わっていたんですけど、明らかにね鳥栖の応援よりロアッソの方が熱かったんですよ。これはねホームみたいな雰囲気で後押しできると思います。ハードな連戦の最中、秋田から中2日でね格上の鳥栖と対戦するということで厳しい戦いになるかと思いますが、これだけの後押しがあればねなんとか起きそうな気もします。いざキックオフ。
いやはやすごい試合展開となりました。前半を 0-2 で折り返したときはね、本当になんかもう私が応援に来ない方がいいんじゃないかって思うぐらいに落ち込んでいたんですけど、この日のねリバウンドメンタリティ本当に素晴らしかったです。後半早い時間帯で松岡選手が2点決めてね、流れを引き戻したっていうのが本当に大きかったですし、最後ね道明くんが決めてくれて大盛り上がりとなりましたが、交代選手含めてね最後まで選手が走った最後の結果だと思います。選手たちが頑張ったのは言うまでもないんですが、この日ばかりはね、熱いゴール裏、途切れることのなかった応援がこの結果をもたらしたような気がしました。イスタンブールの奇跡とか言われてるね、昔チャンピオンズリーグの決勝で AC ミランが3点リードしたところ、リバプールが3点追いつくっていう試合があったんですけど、まさにね、あんな感じを思い出しながら延長戦に突入です。延長戦を前に改めて光り。なんかこういう言い方してね、サガン鳥栖に対して申し訳ないんですけども、この時点なんかも勝ったような気がしましたね。明らかに相手のゴール裏とね、こっちのゴール裏の勢いが違ったような気がします。そして早々に来ました。延長前半5分、東山選手からのボールを受けた道脇くんが再びゴールネットを揺らして、ついについにロアッソがリード。延長戦に入ってから鳥栖の選手もねだいぶ足が止まってきておりましたし、これはいけるかと思ったんですけど、江崎選手とかもねもう足がつって満身創痍の状態で戦っておりまして、リードを奪ってから終了までの時間は本当に1分1分が長く感じた。この日はゴール裏のサポーターのみんなもね、本当満身創痍で最後まで声を出して飛び跳ねていたかと思いますが、祈るような気持ちの中、ついにねその時を迎えます。勝利の瞬間、決定的なところでね動画が切れてしまって申し訳なかったんですが、この瞬間ね何とも言えない感情が湧き起こってきて、思わずね涙が出てしまいました。なんか勝てなくて本当に苦しかったんですよね。決してなんか自分が群馬とか秋田まで応援行ってるのに勝てないから悔しいというわけではなくてですね、縁あってロアッソに来てくれた選手たちがねもっとやれるっていうのが分かっているのに、それが結果が伴わないねっていうのが本当にね悔しかったんです。主力の多くが抜かれて、中にはね再開を予想するような指揮者がいる中、今シーズンの選手たちでもね決してねプレーオフに行けないことはないと私はずっと信じてたんですよ。なんとももどかしい結果が続く中でですね、こういった大事な試合で道明くんがプロ初ゴールを決めて勝利に導いてくれるという展開含めて、感情的にね揺さぶられるものがありました。
チームサポーター一丸で勝ち取った勝利、この日のこと決して忘れないと思います。相手側の鳥栖のゴール裏にいた方からのコメントを紹介します。やはりね、この日の応援っていうのは確実に相手を上回っていたんではないでしょうか。この勢いを持って次の九州ダービー大分戦に向かっていきましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。